俺はネーミングライツ自体はそんなに素晴らしいというわけじゃない、画期的だと思わなかったけど、行政はそれいろんなとこがやってるからさ、ネーミングライツだったら我々やれるみたいなさ、だからちょっと形を変えたネーミングライツじゃない、宮下公園だって建築機が入ってるわけだしさ、でなんかそれはそこを突破口に応用してってるっていうか、もともとはナイキのホームページを見てたらスニーカーのリサイクルやってるのを知ったのよ。でスニーカーを3枚に下ろして粉々にしてゴムの部分とかで陸上のトラックのチップみたいにしてたりとか、要は渋谷のど真ん中にナイキがスニーカーでリサイクルした寄付をあーコートを作ったっつったらニュースじゃんと思ってさ、ナイキともそういう話をしてて、言ったらもうぜひやりたいと、で国持ってきなよっつって持ってってもらって、まあ、正直言って背中を押したんだよね。そうね、やっぱ区議会議員の名刺があるとできるんだよね、そういうことが。シュポって火つけてきてさ、着火。まあ、最初断られた。縁もゆかりもない一企業から寄贈は受けられないっつって。またまあバカだな、もったいないこと言うなと思って。でちょっと考えて、でちょっと内閣の人にまた入れ墨したのが、例えばさ、当時田臥勇太ってあの NBA 目指してる選手がいて、で彼のナイキの寄贈にしたらどうかと、契約選手の知ってたからナイキ検討して、したら出かってきて、少ししてから、なんか4ヶ月か5ヶ月半年後にマイケル・ジョーダンが来るんですと、日本に久しぶりに、でジョーダンからの寄贈っていうのありですかねと言われて、めちゃめちゃありじゃないですかそっちの方がと思って、でもう一回それでアタックしてっつって行ってもらって、でもね最初やっぱりそれでもなんか縁のゆかりもないみたいな話でもあったり、ぶっちゃけジョーダンはあんまよく知らなかったわけよ、区長とかがこうあれだけど、おじいちゃんだしさ、バスケットだし、長嶋茂雄の100倍すげえんだ世界的にはって話をしてさ、で裏話だけど、多分だけど義理の旦那、あ息子か娘の旦那かなんか大学時代までバスケットやってたのかな、どっかの週末に会って、でそういう話があるんですったら、お父さん何言ってんですか、すごい人なんですよって言われてさ、どうもなんかそこがこうカチッとすごいんだって分かったみたいで、やるやる受ける受けるみたいな話になったみたいね。もう苗木側に地元の要望やなんか伝えてやってもらうのは長谷部さん、長谷部議員の役で、地元をに説明をしたり説得をしたり意見聞いたりするのは僕の役割みたいな、冗談コートのだから急いで作りすぎちゃって、それ説明僕らもしたし区もやったんだけど全然行き届いてなくて、反対が吹いちゃって、できた後にうるさいバン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 っていうあの音で眠れない、ここの場所にあることはありえないっていう意見もまあいくつかいただいたりして、何回か説明会や何か区主催のやったりして、そのできた後にもそういう中でちょっとこれ最悪移動する必要あるんじゃないのっていう話で、移動するんだったらどこよと、まあ宮下公園だよねと、であれば全部スポーツ公園化しちゃうっていうプランもあるんじゃないのっていう。それはもうフットサル場の前なんですか、同時進行。いやフットサル場ができた後にですよ、それはもう、まあ、ほとんど同時進行に近いんだけど、どっか移さなきゃしょうがないねっていう話もう一時あって、本当にもっとねドラスティックに変わるんじゃないかっていうふうに思ってたの、フットサルコートがを作れば子供若者たちであふれて、ちょっとホームレスの方なんかも居にくくなったりして、きちっと自立をしてもらうようなことになるんじゃないかと思ったんだけども、思ったほど、もちろん、半分とかもう3分の1ぐらいには減ったんだけれども、相変わらずホームレスの方はいて、治安も良くないし、その美化の面でもやっぱり植え込みなんかは汚いしゴミがあふれてるし、そういう状況が続いてたんで、これはもうさらなる進化変化を遂げなかったら、まだ完全に再生はしないなっていうふうに思って、今回の計画なんかにはもう本当に万々歳で乗ったっていう感じですかね。
とこまだ、特に区は動いていませんけれども、はい、9月1日には、一応この区あ公園自体が立ち入り禁止というか、まあ、使えなくしますということはなんか言ってるんですね、発表してますね、はいはい、でまあ、それどういうふうな形でそれ使えなくするのかっていうのは、まあ、ちょっとわからないんですけれども、はい、まあ、いずれにせよその1日からではないにせよ工事は、まあ、9月中あるいは10月頭ぐらいからは始まるんじゃないかと。そうですね、そういう感じです、はい。私はと宮下公園の関係なんですが、50人くらいのデモをここでやったんですね。これは あるメンバーがアメリカのマイノリティ障害者運動のスローガンを見つけてきたんですが、これはつまり、私たち抜きで私たちのことを決めるなというスローガンなんですね。民主主義の参加させてもらってないというものをメッセージとして3月にデモをやったんです。そしたらその時の参加者の一人が、あの宮下公園なくなるかもしれないよと教えてくれたんですよ。でそれを聞いた時に、まさにこれじゃないかと。ナイキさん以外に他にも、うん、モイスチャーね、モイスチャーあったという、うん、その会社はご存知ですか。まあ、スポーツ系のメーカーだっていう話しか社名までは、調べれば分かるんだろうけど、はっきりしないんだけど、似たようなやっぱり提案だったらしいな。なんでそんなようなもうほとんど似たようなプランが出てきたっていうの話は、うん、桑からも長谷部からも聞いてるんで、突如として出てくるっていうのはどこから情報が漏れてる以外にないよねっていうふうにあいつは疑ってたよね。他の似たようなプランをバンと出せるほどに詳しい人はいなかった。そう、うん、だから俺と長谷部以外に分かってないんだ。知らない、知らないってことですか。だから区と長谷部と俺ぐらいしか分かってない話ね。そんな話、だからあの部屋でしか、今おたくたちが訪ねてきてくれたあの部屋でのごちょごちょっていう話しかない話なんで、本当だったらそんなことにならなかったはずなの。でもまあそれが結果的にはそういう競争性みたいなことがちゃんと担保されたことになったんだけど、選定委員会で選ばれて、そうそう、選定から複数社来ちゃったわけだから、提案が本当は選定委員会もなかったかもしれない。なくて順調に行けば、順調に、まあそういうことになったかもしれないけど、逆に競合相手が出てきたことでその公平性は担保されたかなと。初めにナイキジャパンあり、でこの単なるこれは癒着です。回収と彼らは言ってるんですけど、これは公園の性格をガラッと変えてしまうような別の公園にしてしまう工事なんですね。でこれはもう民主主義を壊すこと でしかも民主主義を壊す動機がナイキジャパンという大企業の、まあ、利益を図るために民主主義を壊している、多くの市民をバカにしたことをやってるわけですし、早くそれに気がついてほしいと思います。工事全体のやり方として土地者排除っていうのが区長の口から言ってるっていうことはどういうことなのか言ってんの。追い出しなんて言ってないだろう。いやいや、もういやいや、実質それは追い出しなんじゃん。なんで、まあ、全然あってくんねえの。まあ、話すことが受け取りね、こちらの申し入れ書も受け取り通り、全くはなしのする手だよって誠意がねえってことか。全くその誠意もかけらもなって言ってくるんだ。そんなやつはもう来るなって言いたいわな。だから工事説明会やるときあれじゃねえかよ、出ねえじゃねえか。いや、だから呼んでこいって言ってんだよ。呼んでこいじゃねえだろ。呼んでこいだろ。呼んでこいじゃねえだろ。呼んでこいだろ。それは違うだろ。説明会に出るとナイキと会える。会えるだろ。ナイキがだって、うちが工事説明会じゃないもん。ここでやるの。どっか場所取るだろ。あんたが呼べよ。あんたが呼べよ。あんたが呼べよ。
計画発売には Dance Ocean Line, the Keio Inokashita Line, the Ginza Southern Line.